はい、セカンドです。なんなのなんなの。今日はね、君があんだけ言うから、うん、これ買ったんだよ俺。きたー、これそれマジうめえから。フィージョンヌードルマジうめえから。それいや絶対そんなことないと思うんだよね俺別に。振るないやだってさ、だって普通の何なんつってたっけ、うん、普通のラーメンでしょだってこれ。ええやでしょ。ええ、そんなねカップラーメンよ言うても。あ、よく混ぜてね、下の方にね固まるんで、うん、こういうタイプはこういうタイプ、あと自分でこの袋をこう入れないタイプは、うん、大抵下に粉が溜まってるんで、でこうやって混ぜた方がいいのね。そうで下からすくって食ってください最初。それ大事なんで本当に。もうカップラーメンマニアなんで僕は。カップラーメンマニアってなんだよ。もうイオンにあるカップラーメンほとんど食ってないから。絶対普通のラーメンじゃんだって。じゃあ食べるよ。はい、どうぞ。いただきます。さあどうですか。うまい。もうそれしかねえ。何食ってもそれじゃん。バリエーションないんかもうちょっと。ああうまいでしょ。なるほどね。なんかな、一応ニンニクっぽいというか、うん、なんかあっさりしてるニンニクみたいな。そうそうそう、シーフードニンニクみたい。あ、うまいかもこれ。めっちゃうまいでしょこれ。だって80円だからね。安っ。そう、いやこのの、うん、けあ何やっぱりそれはお店の方がそれはうまいよもちろん。そんなん言うたら、うん、じゃなくて89円でこのクオリティかよっていう、そのヤバすぎるっていう、その満足度がむちゃくちゃ高い俺の中で。うまいかもこれ。アヒージュヌードルは本当に困ったらこれ食っときゃね。外れない。これ美味しいね。うまいよ。どこで売ってるんですかこれ。イオンさんです。おーイオンさんありがとうございます。いやいや何に感謝してるのそれ。ちなみに今日何食べるの君は。え、何食べる。僕は、うん、豚ニンニク味です。それめっちゃ匂いするよこれ。超臭い。うまいけどね。何なんだろう、豚の匂いなのかな。うん、多分豚骨みたいな。もうね、とりあえず誰かに今この部屋には来てほしい。来てほしいね。やばい、激臭。激臭。アヒージュヌードル言ったらね、ニンニクだから。でもまあまあ優しい、まあ、優しいニンニクって感じで、うん、こっちはね激臭。それはやばい。うめえけど。うん、カップラーメン紹介チャンネルになりつつある。セカンドチャンネルが。はい、ということで、はい、またじゃ あの新商品をね見つけたら君が紹介して、うん、で俺がうまいかまずいかを判断するっていうね、うん、これはうまいですよ。これはうまいです。これうまい。これ99円だから。あ、そう。この大きさで。あ、安い。これは美味しいですよ。え、どこで買ったんですか。イオンさんです。安いですね。イオンさんお待ちしてます。バイバイ。下水下水。